どうもこんにちは、つるとむしん、ブルルルルルル、それとすき焼きでよかです。ということでね、今日はね、セブンイレブンで買ったカフェラテかなんかを冷やすため、僕はね、美味しく飲むため、あ、これはね、ちょっとね、まだ地震が続いてるのでね、まだ首とかないと、また大きい地震来た時にですね、またガチャ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 揺れてるんで、ここにガチャーンで落ちてこないように紐を締めてます、この天才が。っていうことでですね、はい、氷を使って冷やしたいんですが、ちょっとこれを使いましょう。今見た感じで使えそうでしたから、この中にまず氷を入れます。氷氷、これちっちゃくない？これちっちゃくないですか？すくえませんよ。まあ、こういう感じで入れていくんですが、あれ落ちたやつでも大丈夫です。まあ、飲まない方なんで。で、まずですね、ちょっと待ってくださいね。ということで入れました。で、ここに塩を入れます。塩を入れたらめっちゃ冷えるそうです。はい、ということで塩はこれかな。塩これ、砂糖やん。塩はこれかな。うん、うん、しょっぱ。ということでこれにこうして、よし、ということでできました。氷、塩入り氷です。どうね、これはね、これめっちゃ冷たいです。そう、超冷たいです。ということでね、これをね、はい、これをこのセブンイレブンの袋あるじゃないですか、これをまずこうします。こうやって、はい、中に入れていきます。真ん中ら辺に、で、真ん中に入れたら、こう真ん中に入れるんですよ。そしたら開いたら周りが冷たいじゃないですか。あ、ちっちゃいね、このセブンイレブンの袋。そしたらこうなるじゃないですか。そう、ここの中にこのカフェラテ、じゃじゃん、これ入れるんですよ。ということで完成でございます。これならめっちゃ冷たいと思います。はい、ということでズラサクスプーン、これはね、僕の杏仁豆腐ということでですね、まあ完成です。ということで僕はこうやってね、やっております。はい、これすごいですよね。これパカって開けて、これですよ、ここにブシュッ、超美味しい。やっぱこれですね。ということで、こちらの紹介でした。では皆さん、バイバイです。バイバイ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 。